ワープ一番はマピオンです。よっこの部屋まだ何も物置いてないから、声もそうなんですけど手拍子がめっちゃ響く。いや、近所迷惑になるんじゃないかっていう。はい、ということでですね、今回は、まあ、タイトルにもある通りね、まさにその通りなんですけど、告知の動画になります。はい、で、これその知った上で、ね、今見てくれてる方ありがとうございます。どうかこのまま最後まで見ててください。はい、ということでですね、マピオンは本当にこの動画になるとね、前振りとかがくっそ長いので、まあ告知の動画ぐらいはね、スパッと本題から入らせていただこうかと思います。はい、この度ですね、私マピオン、LCA さん主催のライブイベント NEXT コネクションボリューム13に出演が決定いたしました。ありがとうございます。これがうるさいなって。今年2回目の NEXT コネクションということで、本当に、ありがとうございます。 LCA さんということで、はい、この度ライブ出演が決まりました。はい、実はね、この NEXT コネクション、今回の告知の前でも多分2回ぐらいですね、2、3回実はライブイベント出てるんですけど、ちょっとその新居のね、引っ越しとかで、ちょっと全然そういう告知の動画とか出せずにね、いたんで、はい、今回新居ようやく引っ越しましたっていう動画も出したんで、改めて告知の動画になります。はい、開催日時がですね、2024年の6月の12日、水曜日となっております。そしてオープンが、17時半で、スタートがですね、18時となっております。で、場所がですね、大塚ハーツネクストっていう、山手線で行ける、駅になります。そして駅から近いです。はい、本当に近い。改札出て左の方にずっと行けば徒歩5分ぐらいで着きます。結構近くて、そこはかなりグッドです。そこが、会場になります。はい、前日予約が2500円、そして当日が3000円となっております。はい、で、このイベントの特徴としては、現地以外にも配信があるんですよ。はい、配信は2500円なんですけど、なんとこれすごいんですよ。配信チケット同じ金額ですよ、2500円で。生では見れないんですけども、その代わりツイキャスのアプリを入れておけば、そこでね、もう僕だけじゃなくてイベントの全部のイベントのね、全部の出演者さんのパフォーマンスが1週間ずっと、見れますという、かなりこれはね、寛大なサービスというか、すげえアーカイブね、1週間アーカイブとしてずっと見放題っていう、これかなり贅沢なんじゃないかなと思います。はい、で、僕もね、一応見てみたんですよ。そのツイキャス の, その配信どんな感じかって、音かなりいいです。はい、まあ、やっぱり生で、ね、聞くのとかいろいろともうね、そこのあれは違うんですけど、やっぱね、配信にしても結構音はいいです。はい、だからね、本当は生の方がやっぱりね、皆さん、まあ、僕もね、皆さんの顔とかちゃん見たいですし、はい、音とかも全然、充電は全然違うんで、感じ方違うんで、はい、生の方ももちろんいいんですけども、これないよって方は、配信でもね、音はちゃんとしっかりしてるんで、そこは安心してください。はい、出演者さんがですね、まず、ワオさん、司感激楽団さん、はい、いいかな、よろしくお願いいたします。KAS さん、はい、よろしくお願いします。大輔さん、はい、で、早川ほおずきさん、そして私マピオン、はい、よろしくお願いします。で、次はネクストさん、カンちゃんさんという、メンツの対バンイベントになっております。はい、前回ですね、カンちゃんさんとネクストさんと大輔さんと早川ほおずきさんとはパフォーマンス見せていただいた、その時一緒にご一緒させていただいたので、はい、だからワオさんと KS さんと司感激楽団さんは、今回初めましてですね。はい、私の持ち時間が、今回25分経っております。はい、今回もね、たっぷり、立たせていただくということで、はい、5曲を披露を考えています。はい、で、僕の出演時間は、夜の8時半あたりです。はい、なので、まあ、平日ではあるんですけども、仕事帰りとかでもしかしたら間に合う時間なんじゃないかなって思います。本当にネクストコネクションとはね、本当に、まあ、まさにコネクションですよ。はい、新しいつながりということでですね、本当にたくさんね、出演させていただいてて、去年の10月にキックンさんっていうね、ネクストコネクションに出てる、出演者の方なんですけど、今回は出ないんですけど、はい、キックンさんの方からちょっと僕をね、紹介してくれたんですよ。その LCA さんの主催の方にね、マピオンどうですかって感じで、で、それでちょっと、まあ、おそらくお試しって感じでこうね、参加させていただいて、それが初めて去年の10月なんですけど、はい、で、そこで、まあ、ライブパフォーマンスを見ていただいて、で、かなりちょっと好評いただきまして、それからちょっとね、毎月、今年は毎月結構どうですかどうですかっていうお誘いいただいてまして、
はい、でちょっと今までね、ちょっと実は仕事とかね、その別のスケジュールができちゃって、先にできちゃって、本当こんな断れるね意味じゃないんですけども、はい、ちょっとやむなく2、3回連続ぐらいでちょっとお断りしちゃってまして、こっちはすごい出たいんですよ、めちゃめちゃ出たいの、はい、けどちょっと難しいということでなかなかねお断りしてたんですけど、今回は、ね、久しぶりに出れるということで、はい、ネクストコネクションボリューム13に出演させていただきます。ありがとうございます。先日の銀中なんですけど、私マピオのこの概要欄に、この動画の概要欄にあります X のリンクを飛んでいただいて、 X で DM 開放してますので、そこで予約した予約の旨を伝えていただければ、それで予約完了となっています。はい、で配信の方は僕の方でこの予約はできないんで、これも概要欄にそのツイキャスのリンク貼っております。そこでチケットを購入できますので、そこで購入してください。はい、そして現地でも配信でも、もしご購入予約をしてくれたら、X の方で DM いただけると嬉しいです。はい、私マピオンからちょっと特別なね、私のちょっと特別ビデオメッセージを、ね、送らせていただこうかと思っておりますので、はい、で、ちょっとまぁ、瀬戸井の方もですね、まぁ、オリジナル曲はもう大体考えてるんですけど、まだ実はカバー考えてなくて、どうしようかなっていう感じなんですけど、はい。この動画を出して、結構すぐ先着、自分が瀬戸井を決めるまで、先着で、予約してくれた方で、リクエストいただけたら、ね、そして、なおかつ自分が知ってる曲だったら、それをね、こう、前向きにちょっと、前向きっていうか多分ほぼほぼ自分も知ってたら、その曲知ってたらカバー振らせていただこうかなと思いますので、はい、一応現地でも配信でもどちらでも構いませんので、割と早い段階で予約をしてくれた方限定で、その点のところよろしくお願いいたします。はい、ということで、このネクストコネクションですね、本当ジャンルとしてはミラクルです。はい、本当にミラクル、なんか音楽もそうなんですけど見た目とかでも楽しめる、はい、パフォーマンスですね。歌もそうなんですけど、パフォーマンスで楽しめるイベントとなってます。そんぐらい結構みんなジャンルがね、バラバラで、ネクストさんとか2人組なんですけど、めちゃめちゃ声が良くて、バラードとかめちゃくちゃかっこよくて、はい。で、俺はもうめちゃめちゃはっちゃけて、で、カンちゃんさんもすごい盛り上げる感じのパフォーマンスで、みんなこう、ほんとバラバラなジャンルで、かなり面白い、全部見てて飽きない、イベントとなっておりますので、ぜひぜひ、そこのところも楽しんでいただければなと思います。はい、そしては、この動画良ければぜひ高評価まあ高評価しなくてもいいんで、今回の動画は、はい、その代わり予約の方いただけたら、すごく嬉しいです。はい、もし現地で、予約をしてくれた方はぜひ、お話しいたしましょう。それでは、ネクストコネクションボリューム13、6月の12日大塚ハーツネクストさんで、お待ちしておりますので、ぜひぜひご予約、していただけたら嬉しいなと思います。じゃあ、待ってるよ。